はい、スタートマーシャルありがとうございます。それでは参りましょう。ボーイズクラス決勝 A メイクアップのスタートに立ちフライングにご注意ください。スタート10秒前です。そして4番手伊藤選手が今の1点ですよ。さあ池田選手と大島選手がこのまま9秒差。ごめんなさい、あ、ちょっといないか。さあトップ野間選手、2番手池田選手、両者の差 3.2 秒とちょっと広がっていきたいところが、池田選手もがついていきたいところ。そして3番手大島選手、3番手大島選手と4番手伊藤選手の 1.6 秒差。さあ 1.6 秒に近づいています。大島選手と伊藤選手、そして6番手中川選手と7番手宮川選手が今度は5秒差。さあ、池田選手と野間選手の激しい争いになっております。今、ゲートフライング池田選手と野間選手がスタートで野間選手に引っ掛ける。そして3番手大島選手、さあ、一進一退の争いになっておりますボーイズクラス。さあ、池田選手と野間選手、わーさあ、池田選手がやっと遅れた。さあ、ですがレースまだまだ発動しておりません。残り5分、トップ野間選手、2番手池田選手、3番手大島選手。さあ、3番手大島選手と4番手伊藤選手は今後5秒差。5番手に田中選手、6番手宮川選手、7番手中川選手で、ね、残り4分30秒。さあ、このように折り返しの4分になろうと。折り返しの4分です。さあ、野間選手と池田選手、また近づいてきたか。伊藤選手は3番手、4番手に大島選手、5番手、足立の宮田選手、中川選手、はい、さあ、伊藤選手と大島選手
残り3分20秒。それぞれちょっと離れてきたようです。トップの野間選手と池田選手は 6.3 秒か。2番の池田選手と佐藤選手は 2.7 秒、3番手伊藤選手と4番手大島選手は5秒、そして4番手大島選手と5番手佐藤選手は9秒か。5番手佐藤選手と4番手宮川選手は12秒かですね。そして6番手宮川選手と7番手中川選手は 4.8 秒差と、さあそれぞれ広がってきております。ここまでここに2秒20秒さあ準備の変化をなさせるか、それぞれ広がってきております。トップ野間選手、2番手池田選手、3番手伊藤選手、4番手大島選手、5番手佐田選手、6番手宮川選手、7番手中川選手、残り2分。さあ、今度は野田選手と池田選手、一瞬詰まっておりましたが、また 4.3 秒差で広がっております。残り1分20秒。さあ、ちょっと。池田選手と伊藤選手が今度7秒間になった。さあ、2番手争い上げていただきます。2番手、一塁打が5番目。さあ、池田選手、伊藤選手。残り1分。はい、ナロークリクラスの決勝、エミ。この後ご覧ください。ご準備ください。ナロークリクラスの決勝、エミ。この後ご覧ください。ご準備ください。さあ、池田選手と伊藤選手の2番手争い。伊藤選手は佐々木選手を打った。さあ、これ池田選手。さあ、伊藤選手とさらに引っ付いた。残り35秒。さあ、地元の戦いになっております。ナロークラス決勝、エミ。中学生、残り30秒来ました。トップ野間選手、2番手池田選手、3番手伊藤選手、ガチです。今後5秒間、そして4番手中川選手、5番手佐々木選手、5番手宮川選手、7番手中川選手となっております。残り15秒。さあ、ほんま5秒間でしたが、さあ、ここで伊藤選手が2番手浮上。さあ、池田選手は3番手に交代。そしてここで8分経過。佐々木選手ボール、野間選手ボール、全然感じです。大島選手ボール、大島選手ボール、宮川選手ボール、中川選手ボール、はい。あれ、池田さん、あれ、どうした？マシントラブル。はい、全社ゴールです。はい、ドイツクラス、見事優勝は野間選手。そして第2位、伊藤選手。そして第3位、大島選手でした。